ペットボトル菜園、ペットボトル家庭菜園の作り方です。これが完成品ですね。これは2リッターのペットボトルを使ってます。で、植えてあるのは、食用の菜の花ですね。今は12月のもう中旬ですけれども、元気に育ってます。で、これをつまんでサラダに入れたり、おひたしにして食べたり、味噌汁に入れたりして食べることができます。で、ペットボトルのここに土が入っていて、で、下に水が入ってます。こういう二層構造ですね。で、よく見ると、こう根が伸びてるのが分かります。で、こうやって例えば、マンションのベランダですとか、まあ、ちょっとした狭いスペースに置いとけば、栽培できます。で、部屋の中に置いておくと、結構水が蒸発するので、加湿器としてもちょっと役に立ちそうですね。で、見た感じも緑があっていいです。まあ狭いスペースなので、栽培できる植物や野菜は限られますけれども、こういうふうな葉物野菜は結構元気に育ちます。で、こういうのをどうやって作るかと言いますと、使うのはこの2リッターのペットボトル。で、あとはハサミと、まあ、できればこういうとんがった5寸釘くらいの穴開けの道具があるといいですね。で、まずはこのペットボトルの、ここのところに4つ穴を開けます。で、この穴は、一応水が通るための穴なんですが、まあ、なくても大丈夫かもしれませんね。で、こうやって、まあ、4つか6つぐらい適当に穴を開けます。で、ペットボトルのこの辺から、ハサミで切り離します。まあ、こういう普通の、工作用のハサミですね。これで、このところに。こんな感じで、すぐに簡単に火を通します。で、こうやって切るわけです。で、これを、切ったこのペットボトルの本体に、逆さまにして押し込みます。で、一番下までですね。で、これで完成。一番下まで、押し込むと、押し込んだ上の部分がこの辺まで来るんですけれども、で、この下の部分が水たまりになるわけですね。水受けになるわけです。で、これで、まずは水を入れます。まあ、下から10センチくらいのとこまで水を入れます。で、あとはこの上に今度は土を入れます。土はホームセンター等で売ってる、まあ、100円ショップでも最近売ってますね。土を入れます。大体このくらい入れるとちょうど使いやすいですね。目いっぱい入れるよりは、こっからまあ10センチ弱ぐらいのところまで入れるのがちょうどいいです。で、これでもう完成です。で、あとは種をまいて、水をまいて終わりと。で、
野菜やこう植物が成長してくると、水がだんだんなくなってきますので、でこの下の水がなくなったらは上から水を入れます。でその時に水をあまり上まで入れてしまうと土がびしょびしょになってしまうので、この下の、下からだいたい10センチ弱ぐらいのところまで、下の土の部分が水に浸るくらいまで水を入れます。でこうやっておくと夏でも、マンションのベランダに置いといても、まあ1週間弱ぐらいは水が持ちますので、まあ水やる手間が、間隔が長くなるので、あまり手間がかからないですね。水やりの手間があまりかからなくなります。これでペットボトル菜園の完成です。簡単です。